皆さんこんにちは。2023年シーズンから西武の一軍監督を務めていた松井稼頭央監督ですが、今年の5月26日オリックス戦を最後に休養に入り、交流戦から渡辺久信ゼネラルマネジャーが監督代行を兼任することが発表されました。松井監督は契約が来期まで残っていたともされる中で電撃休養という名の事実上の解任、昨年の就任から結果が出ていなかったとはいえあまりにも早い時期での決定、球界を騒がせファンも驚きを隠せない状況です。一体何があったのでしょうか。西武は26日までで15勝30敗借金15の最下位にあえぎ、18日には早々と自力優勝の可能性が消滅、極度の不振に陥っている西武は日米通算2705安打の西武 OB で幹部候補生として育ててきた指揮官に早々と見切りをつけました。松井監督は次のようなコメントを残しています。厳しい戦いが続いている中、変わらず声援を送り続けてくださるライオンズファンの皆様の期待に応えられず大変申し訳なく思っております。なんとか巻き返しを図ろうとコーチや選手たちと共に戦ってまいりましたが、指揮をシーズン途中で渡辺ゼネラルマネージャーに託すこととなりました。昨年からこのチームを率いて選手たちの成長には手応えを感じていましたが、それを結果につなげることができなかったのは指揮官である私の責任です。急転直下の決断に松井監督の妻でタレントの美代夫人も突然のことすぎてとだけ一言つぶやくしかありませんでした。西武スタッフは松井監督についてこのように解雇しています。松井監督が西武に復帰した頃は球団が OB の存在を見直し始めていました。それまで多くの主力選手がメジャーや国内の他球団に移籍していたことで球団は人材流出に危機感を持っていました。松井復帰は渡辺 GM の肝入りで、当初から監督として育てる方針でした。それまでの西武の監督人事は長期的な視点に乏しく、松井監督は球団が重い腰を上げ戦略的に誕生させた指揮官だったのです。ではなぜこうも簡単にまだ98試合も残した時点で切り捨てたのでしょうか。ある西武チームのスタッフはこう語ります。チームは3連戦に勝ち越したにもかかわらず監督を休養させました。早くから現体制では浮上は難しいと分析していたようです。交流戦前の区切りのタイミングで監督交代する方針は少なくともこの3連戦前には球団幹部の間で決定事項だったと思います。球団内ではこのオリックス3連戦前から流れが決まっていたみたいですね。そしてこの事実上解任の決定は親会社の西武ホールディングスサイドの意向が大きく作用していたそうです。前室スタッフの話では西武ホールディングスは6月21日には株主総会が開催されます。例年株主からはチームの現状について質問が飛びます。辛辣な意見もあり球団は想定問答などで備えてきました。堤義明オーナー時代に不祥事を起こした親会社がクリーンな企業に生まれ変わろうとする中で、球団はイメージ形成に大きく関わるとあって総会対策が重視されてきた経緯があります。今年はチームの開幕からの不振が話題になることは間違いありません。ソフトバンクは山川を獲得したことで攻撃力が大幅に上がって首位を独走し、逆に西武は深刻な得点力不足に陥っての最下位です。メンツが丸つぶれの現状に球団が何も手を打たないわけにはいきません。このまま低迷が続き交流戦後の監督交代では遅きに失した感が出てしまいます。いずれ変えるつもりなら早めにということになったのではないでしょうか。チームの状況を鑑みた親会社が来期まで待つのではなくタイミングの良い交流戦前を選び松井監督に見切りをつけたということでしょう。そして松井監督の後任となったのが渡辺久信ゼネラルマネジャーです。元 NPB 球団監督の話では今の西武の戦力では誰が指揮を取っても苦戦するでしょう。渡辺は2008年監督就任1年目に日本一になった実績と、今季はフロントとして松井監督を補強面でバックアップしきれなかった責任の両面があります。自ら呼び戻し指導者に育て上げた松井監督の尻拭いという意味でも適任です。渡辺ゼネラルマネージャー以外に選択肢がなかったというのが実情みたいです。
渡辺ゼネラルマネージャーは監督代行の就任記者会見で、私自身が楽天から引っ張ってきた松井監督だけの責任ではないし、私もチームを全体的に見る立場として非常に申し訳ない、そして責任を感じている。11年前に辞めた時、もう現場には戻らないつもりでいたが、こういう状況になって自分がやるしかないかなと思っていると兼任に至った経緯を話し、勝負となると勝負の厳しさも当然入ってくる、しっかり選手とコミュニケーションを取りながら、ゲームになったら絶対やっつけてやると、そのぐらいの気持ちを前面に見せてやっていきたいと決意を語りました。そんな松井前監督の休養は球団以外にも影響が出ていました。その一つがラジオ局です。長年ライオンズナイターを中継する文化放送は、事前収録している番組タイトルコールを急遽取り直したのだとか。ラジオ局のスタッフは、中継オープニングは近年歴代監督が球団のスローガンとともに番組タイトルをコールする形になっており、5月24日の中継までは松井監督のバージョンが流れていました。ところが解任後にそれを流すわけにはいかず、5月28日からは渡辺久信監督代行バージョンを新たに収録しました。ただ GM 兼監督代行と正しい肩書きを言わせるのはいいのですが、西武の応援中継番組なのにあまりに生々しい肩書きを、シーズン終了までずっとファンは聞かされることになる。それを考えると、果たして正しい選択だったかは微妙なところですよ、と対応に追われた裏での苦労を明かしました。休養発表後、私服姿で球場の駐車場に現れた松井監督。球団に感謝している、2軍に若手もいますが頑張ってほしい、しっかり見ときたい、自分の中ではベストを尽くしてきたと語り、渡辺ゼネラルマネージャーは、もう現場に戻らないつもりだったが球団からこの状況を打破するのは GM しかいないという言葉があったと引き受けた経緯を説明しました。しかし渡辺監督代行は、今季は選手を育てつつしのぎ、来年以降はまたゼネラルマネージャー業に戻るのではないかと言われているそうです。その理由は、ゼネラルマネージャーと監督の兼任は楽天の石井一久前監督の例を見て容易ではないと言われているからです。もし渡辺ゼネラルマネージャーが来季監督をしないとなれば、気になるのは次期監督ですよね。とある記者の話では、すでに首脳陣やフロントの中では腕を回して内部昇格の機会を伺う者もいる、個人的には工藤公康や秋山浩二、伊藤勤といった実績のある OB たちが監督復帰すればチームは大きく変わる、期待は大きい、松井監督とは違って彼らは経験豊富でフロントへの発言力も大きいため、結果が出るまで時間のかかる大胆な改革を断行してもファンや上層部は待ってくれると、すでに次期監督について話が上がっているそうです。また球団内では松坂大輔監督待望論が根強いそうですが、壊れて監督になった松井監督がこうも簡単に切られるようでは難しいかもしれません。そんな渡辺監督代行の新体制になった西武は30日中日に3対0で勝利し、指揮を取るようになってから3試合目で初の連勝となりました。この日は4番に蛭間選手を据えると、5番は岸選手を配置、松井監督も4番蛭間は1試合のみ試したものの、この2人が4番5番に並ぶのは初めてでした。西武 OB は渡辺監督代行の采配をこのように分析します。渡辺監督代行はこの2人を近い将来の中軸として育てるつもりでしょう。代行の本業はあくまでゼネラルマネージャー、目先の一勝よりも長い目でチーム作りをすべき立場ですからね。松井監督は1番打者が固定できなかったこともあってか、起用する選手や打順をコロコロ変えるなど場当たり的な采配が目立っていた。今の西武に必要なのは若手や1軍半レベルの選手の底上げ。いくらかつてのホームラン王とはいえ、いつまでも40歳の中村頼みでは何も変わらない。勝てるチームを作り上げるために、中村剛也選手や栗山拓実選手だけではなく他の若い選手も積極的に起用しているということみたいですね。いかがでしたでしょうか。西武はこれまで FA などで主力を相次いで失ってきましたが、今回の松井監督交代では指導者も使い捨てにするような印象を残したことは否めません。その払拭には
チームを浮上させ、決断が正しかったことを証明するしかないでしょう。また、松井前監督が今後どのような形で野球界に携わっていくのかも含めて、松井前監督と西武から目が離せませんね。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。